クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃん外伝おもちゃウォーズ、クレヨンしんちゃん外伝おもちゃウォーズは2016年11月9日よりアマゾンプライムビデオで独占配信されているウェブアニメ、クレヨンしんちゃん25周年記念作品及び外伝シリーズ第2弾、予告編や関連記事においてはシーズン2と呼称される。前作、 クレヨンしんちゃんがアイデンエイリアン VS しんのすけが宇宙が舞台のオリジナルストーリーだったことに対し本作は原作コミックス第41巻に収録されている番外編フィギュアウォーズを元にしたストーリーになっている2016年11月9日よりアマゾンプライムビデオにて独占配信前作には登場しなかったカスカベ防衛隊がメインとなっており逆に 新之助以外の野原家は出番が少ない。また、第2話では、アマゾンプライムビデオ配信作品つながりで、仮面ライダーアマゾンズのアマゾンオメガとアマゾンアルファのおもちゃが登場した。監督は、ドラえもん新、のび太の日本誕生を担当した、役は新之助が務めており、本作は、役はのクレヨン新ちゃん初参加作品となる。シリーズ構成は、上野き美子が、 前作に引き続き担当しているが、第3話、第4話、第6話の脚本に関しては、役話と共同で担当している。また、美術監督は、役話の手掛けた映画ドラえもんの監督作品で、美術監督を務めた、清水俊之が登板している。清水が、クレヨンしんちゃんで、美術監督を務めるのは、クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶあっぱれ。 戦国大合戦以来14年ぶりとなる。その他、音楽は前作のただ明文あきが新新新地で共同担当した中村博士が起用されている。空前の大ブームを巻き起こした特撮番組の悪役、オバーンオバーンフィギュアも人気を博すが、あっという間に人気は捨てれ、売れ残ったフィギュアは処分されてしまう。そんなある日、捨てられたオバーンフィギュアに、 稲妻が落ち、命を宿す。自分を捨てた人間たちへの復讐に燃えるおばあんとおもちゃたち。それに立ち向かうカスカベ防衛隊との戦いが始まる。この他、クレジットされていないが、第2話でアクション仮面ゴールドがラブイズオーバーを歌唱している。ありがとうございます。